ちのもん盗み出しといて何言ってやがる。いいか、そのマスターエメラルドにはカオスエメラルドの暴走を止めるという重要な役目があって。うわっ、うわっ、泥棒。そりゃお前のことだろ。エメラルドの反応があるので来ている。これはマスターエメラルドではないか。お前はドクターエッグマン。あれがドクターエッグマン。まあ何かの足しにはなるじゃろう。これはいただいていくぞ。さらばじゃ。ええい、ママよ。ちょっとあんた、私の宝石になんてことしてくれんのよ。破片を集めればまた元に戻るんだ。あのまま取られるよりマシだろうが。あれはお前の宝石じゃねえ。まあいいわ、一度基地に戻って調べ直しきゃ。どっかから出して渡さないわ。世界中の宝石はみんな私のものよ。上等だぜ、この大盛り女。いかにもなんか出そうな雰囲気だな。まあ、マスターエメラルドのためだ。愚痴っても暇ないぜ。この鉱山、中はこうなっていた。こいつはちょいと骨が折れそうだぜ。よう、二人とも久しぶりだな。いや、参ったぜ。エメラルドのかけら探して炭鉱の方を回ってたんだが、出るとき迷っちまって。で、ここどこだ。あっ、なんだよ。いいからどきなさいよ。政府のコンピューターに大統領とエイクマンの更新記録を見つけたよ。僕今、大統領のリムジンを追ってるんだ。乗り込んで通信を逆探知すれば、エイクマンたちの居場所がわかるよ。オッケー、じゃあそこで合流だ。あー、ちょっとテイルス。あのピラミッドの中に。ああ、エイクマンのやつが入ってくのを確かに見たぜ。それより、あのコウモリ女がエッグマンたちと一緒だったってのは本当なんだろうな。うん、きっと宇宙に出るための手段が何かあるはずだ。スペースコロニーだかなんだか知らないが、あのでかい大砲ごと奴らをぶっ飛ばしてやる。ああ、僕、入り口探してくるよ。この先がいよいよ基地の中心だね。あの親父は相当なメカマニアだからな。宇宙船の1個や2個ぐらいコレクションしてんだろ。でも閉まってる。何か鍵が必要みたいだよ。なーに、探せば見つかるさ。ナナコース。おい、俺がその鍵を探すのか。期待してるぜ、世界一のトレジャーハンター。誰だ。な、お化け？ふぅ、えらい目にあったぜ。やったね、行こうエミ。このコソドロネズミども、生きてこう出られると思うなよ。戻ってきてやがったのか。みんな大丈夫？もうすぐ近くに着陸するから。後ろのハッチ開いてるんじゃないのか。大丈夫だって。どうせマスターエメラルドのかけら以外何も入ってないんだろ。今すぐここで降ろせ。バカやめろ。俺たちまで道連れにする気か。あー、やめろ。そのネバー押すんじゃない。うわ、あ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 、ふざけるな。どうやら話し合うだけ無駄なようだな。
減に諦めて、お前のエメラルド返しやがれ。何よ、大体あんたレディー相手に本気で暴力振るって恥ずかしくないの？レディーが人の家から宝石盗んだりするか。あれは私が、さあ、触んないでよ。それが命の恩人に言うセリフだ。何が命の恩人よ。本当は私の手握りたくて助けたんじゃないの。いやらしい。冗談じゃねえ。大地、お前のためじゃない、マスターエメラルドのためだ。どいつもこいつも本当バッカみたい。なんだよ。返す。リモグラスパイ宝石なんていらないわ。そう思ってんの、最初からそうすりゃいいだろ。やれやれだぜ。何を。手荒な真似して悪かったな。そろそろ引き上げできない。なんだこの気配。おい、おい、ソニック。やればできるもんな。カオスコントロールか。カオスコントロール、大丈夫なのか。テイルスたちが心配だ。仲押し、すまない、あいつらを頼む。こうなったら最後の賭けだ。発射直前、あの兵器の方向にこいつを放り込んでやる。何なんだこの振動は。誰か来る。まだ諦めてなかったのか。もう終わりよ、私たち。なんだって。あのさっき連絡があったの。この頃にすごい勢いで地上に接近してるらしいわ。多分このままだと激突するわよ。なんだこの映像。7つのカオスエメラルドが揃うとき、私はこの復讐計画がスタートするようにしておいた。プログラムはすでに不可逆だ。私から全てを奪った愚かしい人間どもよ、私と同じ絶望を味わうがいい。他に残すべきメッセージはあるか。ありません。構え。ねえ、何なのこれ。誰なのこの人。7つのカオスエメラルドが揃う時。プロフェッサー・ジェラルド・ロボトニック、世紀の天才科学者と謳われたわしのじいさんじゃ。なんだ、やっぱりお前のせいか。今すぐやめろ。さもないと。それができるくらいならとっくの昔にやっておるわ。説明してくれ。状況の悪いハリネズミめ、やはり生きておったのか。あんなもんよりナックオルスの動かすシャトルの方がよっぽどスレベンだったぜ。何。わしが手に入れたじいさんの日記じゃ。わからない。どうしてこんなことになってしまったのか。究極の生物を生み出そうなどという考えがやはり間違っていたのだろうか。
あの日コロニーに現れた軍隊。目的はおそらくプロジェクトの抹消だ。署の仲間たち、愛しい孫娘マリア、どうか無事でいてくれ。プロトタイプを封印するためか、コロニー全域が閉鎖された。パークの閉鎖は表向き事故として発表されたようだ。事故の犠牲者の中にマリアの名前を見つける。私は全てを失ってしまった。もう何もない。何も考えられない。復讐以外の何も。恐ろしい。一体私は何を考えているのか。誰か。オリジナルのデータをもとについにシャドウを完成させた。記憶のコントロールも完璧だ。全てをシャドウに託す。後世に望むものあらば、あれを目覚めさせよ。世界に。世界に絶望を望むなら。それで、あの基地からシャドウを。暴走するカオスエメラルドのエネルギーを得て、エクリプスキャノンのコアは巨大な爆弾のようになっておる。小さくの言う通り、このままコロニーがぶつかったら地上は塵一つ残らんぞ。あのマッドサイエンティストめ。それあんたのことでしょ。とにかく早くコロニーを止めなきゃ。おそらくコロニーの推進力もカオスエメラルドの力によるものじゃ。まずはその暴走を阻止せねばなら。でもどうやって。一つ方法があるわ。あんたの宝石よ。あんたあの時言ってた。マスターエメラルドにはカオスエメラルドの暴走を抑える役目があるって。確かにこいつを使えばこの暴走を止められるかもしれない。カオスエメラルドの反応はコロニーの最深部に移動している。もう間に合わないよ。いや、わしら全員が力を合わせれば最深部まで最短ルートを通っていけるかもしれん。作戦スタートじゃ。ナックルズよ、聞こえるか。貴様の目の前に中枢へ通ず最終核兵器があるはずじゃ。その核兵器のスイッチを探すのじゃ。ナックルズよ、今レーダーで確認した。間違いない。その水路の先に核兵器のスイッチがあるはずじゃ。システムアラート、システムアラート、神殿そのまんまじゃないか。おそらくカオスエメラルドの力を引き出すために真似て作ったんだろう。私から全てを奪った愚かしい人間どもよ。来るぞナコス。私と同じ絶望を味わうがいい。私から全てを奪った愚かしい人間どもよ。私と同じ絶望を味わうがいい。こいつはまさか封印されたはずの究極生命体プロトタイプ。ここは僕が引き受けよう。シャドウ、お前。
奴を引きつける間にカオスエメラルドに走れ。7つのこと、混沌は力、力は心において力たり、抑えるもの、そは混沌を滑るもの。頼むマスターエメラルド、カオスエメラルドを止めてくれ。それでチャラにしとくわ。なるほど。